はい、どうもありがとうございます。高岡バディリッチ研究所です。よろしくお願いします。いつもはバディリッチトリビュートとかバディワンとかなんかいろんな名前つけてやってるんですけど、この前にやってたね、西村大志くんのバンドがね、研究所って言ってたんで、僕らも研究所にしようっていうので、バディリッチを研究しているやつらとビッグバンドを研究しているやつらっていう一緒じゃんみたいな話なんですけど、バディリッチを研究しています。よろしくお願いします。高岡コーチです。1、2曲連続してお届けしましたレディーミックスと、クリティックスチョイスっていう曲です。ソリフストが、1曲目が、ソノ、ケイタロウくん、ソノケイタロウくん、yeah. で、あの2人目、安原大輝、あのパークの OB の人です。はい、はい、で、2曲目にやったのが、ソリストが、久野貴文君が久野 OB で、あの新田君という同時間のギターの、ギターの野郎です。亀島彩香さんですね。はい、そんなところでやってます。では3曲目もうさっさと参りましょう。ヒーロークエスト、ご覧ください。
はい、ありがとうございました。ウィロー・クレストでした。ソリスト、江口多聞。で、テナーサックスの野郎。このバンドですね、毎回リハができないバンドとしてもうなんか定着しつつあるんですけど、前回9月に神戸で SJC というイベントがあった際に、まあ、僕が出演した時は直前に2時間です、練習して、でその時は2時間あったんでね、十分じゃないですけど準備ができたんですけど、今回1時間、しかも、リードが寝坊するという誰やリードがリードが寝坊して来れなくなるという、まあ、ハプニングがございまして、まあ、なかなかスリル満点の演奏をさせていただいていますけども、まあ、今回やるメンバーがソースの谷口くんという方がね、大半を誘っていただいてるんですよ。まあ、結構最近メンバー集めを彼に任せたりしてるんで、本番になって初めて「あっ初めまして」っていう人が3分の2ぐらいいるっていうのが、なかなかこれもスリルの一つなんですけどね。なので皆さんそれだけうまいんで、なんか信頼してできるバンドでございますけど、ということで、はい、ではちょっと落ち着いた曲をさせていただきます。みんな寝ようと。
珍しくギターに入っていただいてるんで、ギターをガンガンフィーチャーするのと、バリトンサックスの島大輔を、フィーチャーしまして、60年代らしい、かっこいいといえばかっこいい、ダサいといえばダサい、ダサいです。まあ曲をまあまあやってみたいと思います。はい、これはまあレアな譜面ではありまして、やりますね。はい、ラスです。Thank you.
がとうございました、ラスでした。まあ事故は見なかったことにしてるぐらい、はい、ということでもう最後の曲になります。ちょうど時間もいい感じなんで、最後にですね、まあ、バディリッチのビッグバンドを、まあ、もしやってるということで、ドラムソロをしっかりやってやらせていただいてで、締めたいと思います。最後の曲がですね、なかなか、ラスボスみたいな曲なんですよ。この和音とか作り方がね、アレンジが、曲自体は有名なんです。まあ、僕らの世代だったら、例えば、小学校や中学校の時に、あ、今日ちょっと休みだなっていう時にこう学校に電話をかけるわけですね。すいません、香岡の父ですって言ってね。で、電話かけて、あ、担当の先生おられますかって聞いて、待たされる時に保留音で、テン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 流れると思うんですけど、これをまあ、ビッグバンドの形にアレンジした曲になっております。で、まあこれどんな風にアレンジするのっていう、まあ、いろんな、まあ、候補が浮かぶんですけども、まあ、バラードの感じでやるのもありですし、まあなんか普通のスイングでやるのどんな風になるかちょっと楽しみにしていただいて、最後の曲とさせていただきます。ありがとうございました。高岡バディリッチ研究所でした。研究所はい、グリースリムスです。
思ったんですよ。